肩盤法と法、と埋没二重の手術の術式なんですがどっちでやったらいいのかわからないという方結構いらっしゃると思いますそこで今回はメリットデメリットを比較していくのとクリニック別にどういった手術を行っているのかを分類していきたいと思いますそれではよろしくお願いしますまず上から見ていきます まあこれは虚筋腱膜にえ糸をかけてそれでえ固定をしていくという手術になります一方で腱板法に関しては腱板にえ糸をかけますまあ、この緑のところですねここ緑のループしているところこの差止めるところの差になっていますで虚筋法の方が、えー、上の方にですね位置しているのが分かりますでしょうか、えー、この黒い点線これあると思うんですけどこの下にも これは何かっていうと鍵盤と虚筋鍵膜のその境目のところこれに点線を引いています、えー。糸をかけている場所がそれより上であるのが虚筋法下であるのが鍵盤法この差になっています。で 巨筋法のメリットデメリリッットトデからいきます、えーひろえー、幅広二重を作るのにやっぱり上の位置で止めるので幅広になりやすいというのがあるのとまあ、えー、生態的にこう自然な二重構造になりやすいというのが特徴一方でデメリットもあって、えーまあ、筋肉にですね虚筋腱膜です、ね、にかけるので糸を眼顕下水、えー、目の開きが悪くなる失敗例が起こりやすいというのとあとは、まあ、奥の方に糸を埋め込む んでいるので抜歯が難しかったりします、えー、そして幅広にしすぎるとハム目っぽい感じの二重になることがあるのでそれらはですね要注意かなと思いますじゃあ鍵盤法はどうか メリットデメリットでメリットの方は、まあえー、下の方にですねラインを作るので、まあ、幅狭くナチュラルな二重になりやすいと言われていますで一方でやっぱり、えー、抜子の方もですねしやすいです虚金法に比べるとなので修正がしやすいということです でデメリットに関しては、まあ鍵盤にこう糸をかけるときにですね、間違って少し糸が露出してしまったら角膜に傷跡がついてしまう。これがまあ、えー、想定されています。で、ええー、まあ実はあの埋没法、点で支える固定法と面で支える固定法があります。まあええー、点で支える方は血、えー、膜側に2ミリほど糸が出てしまうことがあります。 でそれが原因で眼球を傷つけてしまって、えー、まあ後々後遺症につながっていくということを考えられるので、面で支える固定法というのがあのー、現在というかですね、えー、まあそういったクリニックを選ぶのがいいと思います。これだと血脈側に糸が出ないことがまあ、えー、特徴になっています。 でさらにですね虚金法これ、えー、実はあのギャンブル性が結構ある治療方法で、まあ、先ほど言ったその眼検下垂の問題もそうなんですけど過去に埋没法を何回も行っている人あるいはその可能性予定が結構ありそうだなって感じる人あとはまあ癒着とか繊維化によって目の後ろが硬くなっているタイプの人は向いていないこともあります。眼圏下 強く懸念されるのでまあ、そういった方はちょっとギャンブル性のある治療方法なのかなというふうに言われていますじゃあそれぞれの特徴が分かったところでクリニック別に比較していきたいと思いますはい、強立美容外科大手さんですねまあ、今回挙げたのは大体大手なんですけれども はい、一応共立美容外科さんは虚金、えー、法高須クリニック鍵盤法湘南美容外科クイックコスメティックダブル、これは虚金法です。で、えー、伊勢屋クリニック虚金法と鍵盤法どちらも扱っていると。 で精神美容クリニック基本は鍵盤法だけど例外的に貯金法を使う可能性があるということ、えー、品川美容外科クイック法これは貯金法になっていますこういった分類が、えー、なされています、まあ、ドクターの中にはですね、えー、自然な二重を作るなら鍵盤法、えー、幅広を作るなら貯金法という感じで分けている病院、えー、ドクターもいらっしゃるので、まあ、その辺はカウンセリングの中で相談していくのがいいのかなと思います。 どちらがいいというわけではないのかなと感じます。なおですね具体的な名医のご紹介に関しては下の概要欄のメールフォームからご相談いただけますのでご希望の方は送っていただければと思います。今回はマイボス法の術式に関してご説明をさせていただきましたごご聴ありがとうございました。